ゴボウは、ユーラシア大陸原産のキクカゴボウ属の多年草である。大阪弁では、ゴンボと呼ぶ。ンネの植物の種で記載された植物の一つである。ヨーロッパ、ヒマラヤ、中国など、中国東北部からヨーロッパにかけて分布する2年生の草本である。アジアヨーロッパの原産と考えられており、日本へは、平安時代に、 中国から薬草として伝わったとも言われる。世界各地に自生しているが、日本では根を食用にするため、品種改良を行って様々な品種を栽培している。ただし、これは日本独特の習慣で、他の国々では食用にしておらず、外国産植物の中で日本で作物化された唯一の例とされている。ごぼうは日本列島に自生はしておらず、 平安時代に伝わったとされる説がある一方で、縄文時代の遺跡からは、単化していない栽培種のごぼうの種子が出土するなど、植物依存体として確認されており、縄文時代に日本に伝わったとの説も唱えられている。日本人が食すようになったのは、平安時代から明治にかけてであり、根や葉を食用とする。 茎の高さは1メートルほど、主根の長さは品種にもよるが50センチメートルから1メートルほどある。牡蠣は6から7月。紫色のあざみに似た双方にトゲのある花を咲かせる。ごぼうは連作を嫌うため、同じ畑では2から3年後でないと作れない。大別すると、長根種と短根種がある。関東地方では、高度が深いため、 滝野川ごぼうに代表される根が細くて長い長根種が主流で、関西地方では一般に高度が浅いため、堀川ごぼうに代表される太くて短い単根種が主流である。また、根を食用とせず、葉ごぼうとして葉を食用にする根が肥大しない、越前に白形種などがある。栽培の主流となっているのは、長根種の滝野川ごぼうと、その改良種であり、収穫時には、 直径3センチメートル、長さは1メートル前後に成長する。なお、中には、博多新ごぼうのように水田で栽培されるごぼうも存在する。菊ごぼうとも呼ばれている木花バラ門人。なお、同じ菊科の鬼アザミの根も、ごぼうの根に似ていることから、俗称で山ごぼうと呼ばれ、長野県、東北地方、北海道で生産され、漬物にして市販されている。 同菊家の木花原門人は、菊ごぼうという名前で、ヨーロッパで根菜として食されることがある。ごぼうを、日常の食材としているのは日本のみである。日本では根を食用にし、ごぼうが持つ、独特の香りや歯触りが好まれて、伝統野菜として親しまれている。旬は初頭で、新ごぼうの旬は、初夏となる。春から、初夏で回る、新ごぼうは、 冬のごぼうより一回り小さくて、色が薄い茶色のごぼうで、食感は柔らかく、香りも良い。根はまっすぐで髭根が少なく、太さは均一で、握った時にしっかりした弾力があるものが良品とされ、育ちすぎや鮮度が落ちていると断面の中心に空洞が入り、切ってみると、中がスカスカな状態になっていることがある。保存方法は、 ごぼうを泥付きのまま乾燥しないように湿らせた、新聞紙などで包んで、火の当たらない風通しの良いところで根元を下にして、立てておくと日持ちする。洗いごぼうや新ごぼうの場合では、乾燥しないようにラップなどで包んで、冷蔵庫に保存する。切った生のごぼうを長期保存しておくと、酢が入りやすく、風味も落ちてしまうため、調理で使い切れなかったごぼうを旨味を保ちながら、 保存するときは、茹でて、食用油で絡めて、保存容器で冷蔵庫に入れておくと5から6日ほどは、保存が効く。日本のごぼうサラダごぼうの香りや旨みは、コンピの部分に多く含まれていて、調理の際は皮を剥かずに泥を洗い落とす程度にして、使われる。下ごしらえは、根を洗ったら、たわしや、包丁の背で表面をこそげ落とす程度である。ごぼうは空気に触れると、 ポリフェノールの酸化で黒っぽく変色するため、調理の際に切ったらすぐに水につけて、アクが出るのを抑えるようにする。ただし、長時間水につけると、硬くなってしまったり、旨味や香りも一緒に流れ出てしまうため、水にさらす時間は5分から10分程度にする。叩たたきごぼうやごぼうサラダなど、白く仕上げたい料理で使うときは、アク抜きの水に、少量の酢を加えたり、 下茹での湯に酢を加えると白色に仕上がる。料理は、きんぴらごぼうや、たたきごぼうなどの煮物や、天ぷらのかき揚げなどの揚げ物に使われるほか、細切りにした根を湯がいて、サラダにもする。独特の香りが、癖のある食材の旨みを引き立てるのに役立ち、柳川鍋や、八幡巻きには欠かせない食材とされる。ごぼうは、加食部となる生の根に含まれる水分の割合が、 約8割と野菜としては少なく、100g あたりの炭水化物が 15.4g とかなり多い野菜である。次に、タンパク質 1.8g が多く、海分 0.9g、脂質 0.1g と続く。炭水化物は糖質と食物繊維に分けることができる。食物繊維が褐色部 100g 中に 5.7g と豊富で、 ビタミン類は少ないが、ミネラル類をバランスよく、含むのが特徴で、その他、カリウム、マグネシウム、アエンなどの微量ミネラルも、多く含む。ごぼうの皮にはポリフェノールである、クロロゲン酸が豊富に含まれている。クロロゲン酸は、ごぼうを水にさらした時に出てくる、茶褐色の成分であり、コーヒーにも含まれる。ごぼうを長く、水にさらすと、クロロゲン酸が失われので、 皮は、むかない、水にさらさず、すぐ調理する、大きめにゴロンと切ることで、クロロゲン酸をより多く摂取できる。クロロゲン酸は、酸素と反応すると大々色に変色する。また、こんにゃくの凝固剤として使われている、水酸化カルシウムと反応すると緑色に変色する。酢水にさらして、酸化酵素の働きを抑えたり、クロロゲン酸を取り除けば、変色は、 防げるが、色の成分は無害であるため変色したものを食べても、問題はない。ごぼうは、食物繊維の中でも、特に水溶性食物繊維が豊富であり、イヌリンが水溶性食物繊維の主体を成している。イヌリンは、フルクトースの複合体であり、長期保存で、フラクトオリゴ糖に変化し甘みが出る。漢方と、民間療法伝統医学で使われた長い歴史があり、根、ね、果実。 花どの様々な部分を用いる。果実は、漢方では、ごぼうしと呼ばれる木薬であり、日本薬局方にも収録されている。下毒の作用があると考えられ、小風産、最古清式も湯、工夫下毒湯などの包材に処方される。これら漢方の適応症はすべて、長年の使用に基づくものである。欧米では、ごぼうの根を薬用ハーブとして、 ハーブティーなどに用いる。ごぼう油と呼ばれるごぼうね油抽出物は、頭皮のトリートメントとしても使われる。日本には、薬草として、中国から伝来した。薬草としては、発汗利尿作用のあるネオ牛型型根と称するほか、不臭、陰頭痛下毒に用いる種子を牛がたこと称して用いる。民間療法では、乳腺炎に種をそのまま食べるか、 煎じる使用法も知られる。ごぼうは熱を取る力が強い薬草で、熱性が強い風や咳に良いと言われている。湿疹お出き腫れ物などの可能性疾患に、ごぼうし追日治療5から 8g を 600cc の水で半量になるまで煎じた煎じ液を3回に分けて服用する用法が知られる。風、喉の,の痛み、咳には、 ごぼうしついた治療2から 3g を水 400cc で、煎じて3回分布する。むくみには、ごぼうしを粉末にして、ついた治療で3から 6g ほどを3回分布する。神経痛、リウマチ、関節炎には、火で炙って、柔らかくした小葉を、患部に貼って、冷湿布すると、痛みを和らげるのに役立つと言われている。夏場に採集して日干し保存しておいた葉は、 翼頭料やうがい薬に使うこともでき、翼頭料として使えば失神、かぶれに効果があるとし、乾燥用を煎じた液で追達数回うがいすれば、口内炎、扁桃炎、歯茎の腫れなどの炎症性疾患に効果があると言われている。医学的知見ごぼうの人を対象にした、信頼性の高い研究で、疾病に有効であるという効果は確認されていない。北米ではごぼうを、 成分の一つとしたハーブティーががんに効くとして売られ問題になっている。米国食品薬品局は根拠がない代替医療だとして企業に警告と消費者に注意喚起を行った。ごぼうは不要性食物繊維を 100g 中に 3.4g と水溶性食物繊維を 2.3g 含む。ごぼうの水溶性食物繊維の主体であるイヌリンは 血糖値の急激な上昇を防ぐと言われているが、メタアナリシスにおいて効果は認められていない。効果があるとする研究で用いられたイヌリンの量 10g、日を2ヶ月摂取は、ごぼう、約 250g、日に相当し、ごぼう1本の標準的なサイズは 150g である。イヌリンの排便に関する研究は、影響ありとなしの両方が存在する。排便回数は増加したが、 傍慢感、含め、誇張の症状スコアは増加したという報告もある。これら排便の研究に用いられたイヌリンの量は5、40g、日である。食薬区分食薬区分においては、ごぼうは、医薬品に該当する。ごぼうねや葉は、医薬品的効能効果を標榜しない限り、医薬品と判断しない。 成分本質にあたり、医薬品的な効能効果を表示することができない。ただしごぼうねや葉のように、明らか食品であれば、効能を表示しても薬気法には違反しない。しかし、がんが治る、血糖値が下がる、血液を浄化するといった古代な医薬品的、効果効能表示を行うと、景品表示法や健康増進法の規制の対象となる。 ごぼうから抽出したイヌリンとクロロゲン酸を機能性、関与成分としたごぼう茶が機能性表示食品として届けられている。機能性表示食品とは国が審査は行わず、事業者が自らの責任において機能性の表示を行うものでお通じを改善する機能がありますと表示している。機能性の根拠にはごぼう茶企業の資金提供を受け社員も研究者として 参加した、臨床試験違法を採用した。この試験で用いられたイヌリンは 100mg、日、クロロゲン酸は 1mg、日と低容量である。安全性通常の食品として摂取する場合は、おそらく安全であるが、サプリメントなど濃縮物として摂取する場合の安全性に関しては、信頼できる十分な情報は見当たらない。特に妊婦、授乳婦、 出血性疾患患者、糖尿病患者は自己判断でのサプリメントの摂取は控えること。菊化植物に対しアレルギーを有している場合はアレルギー反応を引き起こす可能性があるため注意が必要である。特にネオイルの使用により接触皮膚炎を生じる可能性がある。太平洋戦争中に英米人捕虜がごぼうを木の根だと思い、 木の根を食べることを強要し虐待されたとして、戦後、日本人将兵が戦犯として裁かれたことがあった。ごぼうにまつわる食文化の違いがもたらした悲劇的な逸話として、戦時中、外国人捕虜にごぼうを与えたところ、木の根を食べさせられたと誤解され、戦後に BC 級戦犯として、虐待の罪で処罰されたというものがある。 1952年12月10日に行われた第15回国会参議院法務委員会で法務省保護局長斉藤サブロが行った米国派遣報告では裁判の時には相当国情が違い日本の事情を知らない人が裁判をしたため不当と言えば不当と言える裁判があるのだ一例としては不慮収容所の所員が終戦間際食料が非常に不足している しかしこれに対してできるだけいい食物を与えたいというので、ごぼうを買い付てきて食わした。その当時ごぼうというのは我々はとても食えなかったのだ。我々はもう大豆を二日も三日も続けて食うというような時代で、ごぼうなんてものはなかなか貴重品であった。そのごぼうを食わしたところが、それがパ板代わりに木の根を食わして虐待したというので、 五年の刑を受けたという、こういう例もあると述べている。また、翌1953年7月2日の参議院、厚生委員会では日本社会党の藤原道子が、ごぼうを食べさせたものを木の根を食べさせたのだということで25年の禁錮を受けておると発言している。まいが、裸足の源でも、捕虜に山ごぼうを食べさせて十五年の重労働を課されたと、あり、 映画、私は貝になりたいでは、ごぼうを食べさせて5年の懲役を受けたという話が出て、くる。新潟県の直江津町にあった東京不良収容所、第四文書の所長らが、終戦後、収容されていた、オーストラリア人捕虜たちから、木の根を食べさせられたという告発を受け、うち所長を除く8名が、横浜裁判で、公主刑となった。また、 長野県下稲郡天竜村にあった東京不慮収容所第十二文書に勤務していた警備員一名が無期懲役の判決となりその裁判中にごぼうを食べさせたことが虐待として扱われた相馬明は九百九十六年の著書の中でアメリカ人捕虜にごぼうを食べさせたために昭和二十一年に横浜の先般裁判で捕虜収容所の関係者が 二人が死刑、三人が終身刑、二人が重光年以上の有期刑の判決を受けたと述べている。また、村山優が捕虜にご謀を差し入れたことを理由に、先般容疑者として GHQ に逮捕された。この他局東国際軍事裁判時の弁護団だった、清瀬一郎は、ある捕虜収容所のケースとして、ご謀をオックステール。 豆腐をロツンビーンズと語訳したため、捕虜から不満が出たと述べている。標準和名としての山ごぼうは、山ごぼうか山ごぼう族の一種フィトラカエスキューレンタの和名である。ただし、量刑が異なっているが、これは質問者の勘違いによるものなのか、それとも別に同様の事例に基づく複数の判決があり、そちらを指しての発言であるのか、までは判然としない。 ありがとうございます。